皆さんこんにちは。那須塩原市長の渡辺道太郎です。この度は数多くある就職先の中から那須塩原市に興味を持っていただきありがとうございます。那須塩原市は首都圏に近く、泉質豊かな温泉、素晴らしい自然、美味しい農産物など魅力がたくさんある町です。今世界中で新型コロナウイルス感染症対策、多くの方々が大変な思いをしています。那須塩原市でも様々なコロナ対策を行ってまいりました。県内でもいち早く様々な給付金を素早く給付しました。大規模な職域接種を行い、ワクチン接種の加速化にも努めてきました。観光政策ではコロナ禍における持続可能な観光モデルが評価をされ、関東で唯一世界の持続可能な観光地トップ100選に選ばれました。これからコロナ後の那須塩原市を見据えた様々な施策を展開しています。ICT を用いて市役所に行かなくても公民館で市民の方々が多くの手続きができるような分散型地域づくり、 DX を用いて独居老人の方がフレイルになっていないか実証実験を行っています。道の駅明治の森黒磯の再整備や新庁舎建設、那須塩原駅周辺整備、さまざまな施策をこれから行っています。こうしたことは私一人ではできません。市役所の職員の皆さんの力が必要であります。公務員は大変な仕事です。昨年は新型コロナウイルス感染症対策だけではなく、豚熱など多くの災害や有事もありました。近年予期せぬことがさまざま起きています。もし公務員になって安定した生活で楽がしたい、そう思っている方はあまりお勧めができません。那須塩原市の未来を作るのは皆さんです。ぜひ多くの困難があっても立ち向かい、未来を切り開いていく、そうした熱意と決意を持った人が必要であります。皆さんと一緒に那須塩原市の未来を作っていきましょう。よろしくお願いします。人事研修係長さん、今回はどんな募集内容ですか？はい、今年度は行政職、専門職、資格職の3つの区分の職員を募集しています。詳しくは市公式ホームページをご覧ください。総務課長補佐さん、どんな人材が必要ですか？はい、那須塩原市の未来を作る熱意と挑戦意欲を持つ人を求めています。たくさんのご応募待ってるもう。